呪い。洒落にならないほどかどうかわからないけど、流れぶった切り10日。今はゼロ感になってしまったけど、10代の頃そういうものがよく見えて、そういう経験も何個かあるんだけど、その中でこのたむきなものかと思って一つ。当時、自分の周りには、 自分同様見える人が数人いました。その頃別件で、肺病院で疲れた人の話を抱えてて、それについて話していた時誰の知り合いかは忘れましたが、友人の友人、私にとっては赤の他人が混ざってきて、我々の話を馬鹿にしていたんですよね。まあ、要はアンチですね。 まあ、見えない人はそう思うのも仕方ないとスルーしてたんですが、一人やんちゃというか、愚かというか、怒った奴がいまして、私は霊感があると言っても、その時によって見え方感じ方にばらつきがありました。なので、奴の守護霊が本当にそうなのかは断言はできませんが、 自称、式神使いらしくて、その式神使い A としましょう。A は、ひどく霊が見えることを馬鹿にされたことに切れまして。あいつ、呪ってやるって言うんです。最初は冗談だと思ったし、さすがに霊感があるとはいえ、呪うなんてことはできないと思ってたんですが。 へらへら笑うゼロ感少年、彼を B としますが B を A がすごい形相でにらみ何かブツブツ言い出したんですよねそれを放っておいたんですがそれが30分くらい続いた時いきなりそれまで普通に話してた B 君がハッとしたように固まりましてどうしたのかなと一同が見守っていると B 君がいきなりダッシュして、車道に飛び出して、やってきたトラックにはねられたんですよ。一度固まってる状態です。そして B 君は、また後続車にひかれまして、結局そのままお亡くなりになりました。 その後もちろん警察と救急車を呼んで現場検証みたいなのが始まってテープみたいなものが巻かれてて警察の人以外入れない状態になっているとき B 君が倒れていた近くに真っ黒なロングコートを着た男の人がぼーっと立ってるんです警察関係者とも思えない B 君の霊とも思えない異様な雰囲気でした。でも、それよりも怖かったのは、その一部始終をニヤニヤしながら見つめていた A でした。あれから10年以上経ち、今は A がどこで何してるかもわかりません。あれは本当に A のかけた呪いのものだったんでしょうか。